今回の大分県教育庁チャンネルは、大分県教育委員会が行っている不登校の児童や生徒へのさまざまな支援についてご紹介します。大分県教育庁学校安全安心支援課の河野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大分県教育委員会では不登校の児童や生徒へのさまざまな支援を行っているそうですが、具体的に教えてください。はい、大きく相談支援と学習支援の2つがあります。相談支援、1つ目は学校でさまざまな相談ができるようにスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置しています。スクールカウンセラーは児童生徒の心理的な悩みに対するカウンセリングや保護者や教職員に対する助言や援助を行います。大分県内すべての公立学校をカバーするように配置しています。スクールソーシャルワーカーは児童生徒や保護者が置かれたさまざまな環境の問題への社会福祉援助技術に基づく働きがけを行います。大分県内の市町村教育委員会と連携して学校にスクールソーシャルワーカーを配置しており、スクールカウンセラーと同じく県内すべての公立学校をカバーしています。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談申し込みについては、各学校の教育相談コーディネーターや学級担任までお問い合わせください。2つ目は大分県教育センターでの教育相談です。大分県では公認心理師や臨床心理師、社会福祉士などの専門スタッフを教育相談アドバイザーとして大分県教育センターに配置し、不登校などの児童生徒や保護者に対して教育相談を行っています。電話やメールだけでなく、来所相談、アウトリーチとしての訪問相談も受け付けています。来所相談の申し込みについてはご覧の電話番号かメールにてご連絡ください。3つ目は24時間子ども SOS ダイヤルです。大分県教育委員会では小学校、中学校、高校、特別支援学校の児童生徒が夜間や休日を含めて24時間いつでもいじめなどの悩みを気軽に相談できるように電話相談窓口を開設しています。名前を言わずに匿名でも相談ができます。保護者の方も相談ができます。電話番号は 0120-078310 悩み言おうと覚えてください。どんな悩みも一人で悩まず、まずは相談を。通話料無料、24時間対応ですので、いつでも相談できるのが嬉しいですね。続いて学習支援について教えていただけますか。はい、学習支援、一つ目は補充学習教室、スタディサポートクラブです。学校以外での学習機会や居場所づくりを目的に、小中高校に在籍している不登校の児童生徒を対象に、中津、別府、大分、佐伯、竹田、日田の県内6カ所で週に1回補充学習支援を行っています。各地区の開催場所や時間などについては、大分県教育委員会学校安全安心支援課のホームページでご確認ください。普段は不登校のお子さんを対象に持ってきてもらった宿題とか課題を一緒に手伝ってやったりとか、あとはもうただおしゃべりしたりゲームしたりっていう活動が多いと思います。おしゃべりしたいっていうことはどんなお話します？はい、そうですね、結構学校のこととか話してくれたりとか、あとはもうこうだんだん会話がうまくできるようになったら家庭のこととか今悩んでることとかいろいろ話してくれるので、初回とか2回目の子とかはやっぱりちょっと緊張してるのかなっていう風に感じられるところもあるんですけど、こう何回かもうずっと来てる子たちはやっぱり自分のペースでこうしたいことを好きなように過ごしてくれてるのかなという風には思います。
参加申し込みは随時受け付けていますので、学校安全安心支援課までお問い合わせください。2つ目は ICT を活用した家庭学習支援です。小中高校の不登校児童生徒が自宅でも学習できるよう、 ICT を活用したコンテンツを利用して家庭学習支援を行っています。今年度は ICT 教材デキタスを使っています。利用している児童生徒や保護者には家庭学習支援員が学校と連携して電話やメールで学習の進め方などのサポートを行っています。また学校へ行きたくても行けない児童生徒の心の居場所を作ったり、仲間との触れ合いや体験活動などを行ったりして社会的自立を目指す教育支援センターを設置しています。ご覧のようにすべての市町にさまざまな事情により学校に行けない子どもたちを対象とした教育支援センターがあります。市町村立学校に所属する児童生徒や保護者の皆さんの相談を受け、学校と連携して体験活動などを実施しています。開設日は地域によって違いますのでお問い合わせください。また大分県教育センター内には教育支援センターポランの広場があり、小学生、中学生、高校生、特別支援学校生を対象として月水金曜日に人間関係づくりプログラム、創作活動や菜園活動、調理実習、学習活動、諸外活動などを実施しています。また公認心理師によるカウンセリングも受けられます。入級までの流れはご覧のようになっています。ポランの広場は私立学校や県立学校などのお子さんも利用することができますのでご相談ください。詳細については大分県教育センター教育相談部までお問い合わせください。河野さん、不登校の児童や生徒へのさまざまな支援内容のご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。